へえ、こんな場所で育つなんてね。よく枯れなかったものだ。枯れないもん。毎日ちゃんとお水あげてるし、お薬だって。なるほどね。ま、この先枯れない保証はないけどね。一つ聞きたいんだけどさ、こんな場所に花植えてどうしたいわけ？どうせ植えるなら裏庭の花壇にでも植えればいいのに。ダメ、そこじゃ母さんのお部屋から遠いもん。ここなら母さんのお部屋に近いし、父さんにも見てもらえるから。宇月監察官が花なんかに興味を持つとは思えないけどね。いいかい、僕たちが生きるためには他の生き物を支配し破壊し食べなければならない。これは生物が生きていくための本能だ。君の行為には何の意味もないんだよ。そんなことない。綺麗なお花が咲けばみんな優しい気持ちになってくれるよ。父さんだってきっと。どうかな、フェブが言ってたもん。だからここに植えたの。ふーん、僕には理解できないね。ねえ、そこにいるなら手伝ってよ。そっちのお花にお水をあげて。え？なんでそんなことしなきゃならないんだ。だって暇そうにしてるんだもん。グズグズ言わないで、ほら早くしてよ。な、よせよ。なあ。冷たいな。どうしてくれるんだよ。ずぶ濡れだ。まったくいい災難だ。でどうすればいいんだって。お水をあげるの、そっち、あとはこっちも。ダメ、もっと優しくしてあげなきゃ。お花さんがかわいそうだよ。優しくってたかが花だろ。違うの、足してこうやるのよ。シオン。あげてね。おい。しょうがないな。